海と日本プロジェクト海で宝。県内在住の小学生を対象に海の魅力に触れ、その未来を考える体験プログラム、島海探検隊。今回はうるま市で3日間、海中道路がつないだ4つのサンゴ礁の島と人々の暮らしについて学びます。この日行われたのはシュノーケリング体験。向かうポイントはおよそ10年前、白化によりほとんどのサンゴが死滅した場所。現在は徐々にサンゴが復活してきているといいます。サンゴが元気になると、そこに魚たちが住んできて健康な海が復活すると、その途中を今回見ることができるのかなと思いますね。海の中にはどんな世界が広がっているのでしょうか。サンゴとお魚がいっぱい見えました。楽しかったです。サンゴなくなってたのにこんなに復活したんだな。そして夜、観察するのはオカヤドカリが孵化直後の赤ちゃんを水中に放つ抱擁性。これはカニやヤドカリに見られる行動で、夏の満月に見られます。この日は満月、期待が膨らみます。ビーチに着くと何かを発見しました。海に行きたい子を海に行かせてあげてください。まさに抱擁性をしようとしているオカヤドカリ。この動き実は抱擁性です。ちょい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 、キャップヤドカリだ。本当すごいね。子供たちが見つけたのは貝ではなく、プラスチックのキャップを背負ったヤドカリでした。なんか満月が分かるのがすごいと思いました。波がどこにあるのかとか、あと潮の満ち引きが分かるのが、もう本当なんか自然ってすごいなって一日で様々な体験をした子供たち。魚とかサンゴ礁とかが見れて、いい経験になりました。元気で泳いでたりするようになってほしい。島海探検隊 in うるま市、まだまだ続きます。次回もお楽しみに。島海探検隊、海と日本。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。